河野太郎氏応援演説で壊れる。これまでの経験を生かして日本のリーダーとしてこの国をさらに前に進めたい。9月27日に行われた自民党総裁選への出馬会見でこう意気込んでいたものの、結果は1回目の投票で9人中8位と惨敗し、上位2人で争う決選投票にすら進めなかった河野太郎。全デジタル担当省61。今回の衆院選では神奈川15区から出馬し、各メディアの情勢調査では優勢が伝えられている。当選9回を誇り、全国的な知名度の高さから他候補からの応援依頼が相次いでいるようなのだが、河野氏の応援演説を聞いたとみられる有権者などから出ているのが、大丈夫か、なんか発言が怪しいのではないかといった声だ。河野氏は閣僚時代、新型コロナワクチンの担当としてワクチン接種を積極的に推進してきた。このため、河野氏が応援候補の街宣車に乗って演説に立つと、ワクチンの健康被害に関するプラカードなどを持つ聴衆が多く集まる傾向にあるのだが、それが面白くないのだろう。ワクチンが危ないと言っている裏にはお金が絡んでいる。お金を儲けようとして、そういうことを一生懸命宣伝する。人の演説を邪魔する。街頭で怒鳴っているだけでは物事は何も解決しません。などと突然、感情的になり、敵意をあらわにして声を張り上げるからわけがわからない。別の候補の応援演説の際にはこんなことも言っていた。おそらく、ここに集まっている人の中にも独裁政権の工作員と思われる人が紛れております。様々な形でお金をもらっているのかもしれない。様々な形で独裁政権から便宜を図ってもらっているかもしれない。選挙の街頭演説を聞く人の中に独裁政権の工作員が紛れ込む。独裁政権から便宜を図ってもらっている人がいる。おそらく、この演説を聞いた人は河野氏がああいう独裁政権とは何を指すのか、工作員とは何かさっぱりわからないだろう。そもそも今は、ただの人、とはいえ、閣僚経験のある政治家だ、公衆の面前で発する言葉としては不用意ではないか。デマ太郎、といった不名誉なあだ名が飛び交うのも無理はないかも。ここからはネット民の反応です。あなたはどう思いますか？独裁政権、工作員、地獄の壺自民とその手下の壺ネトウヨかな？わらわらわら。な、決まるがいだろ。こんなんでも当選するんだろうな、きっとさらに総理にしてみようわらとか考える、ものすごい決まるがいがいるんだよな。河野太郎はヒステリー気味のガキだな。日本国民重要有権者に敵意向きなしって時点で、国会議員として失格じゃない？常識的に考えて。基本的にこの人は頭が変なのよね。はっぱはは笑ってしまった。岸田じゃなくて、河野が総理大臣になっていた可能性も十分あるんだよな。自分がやってるから他の人もやってるに違いないと思うのはやめた方がいいよ。な、世襲だろ。頭大丈夫？総裁選で脳破壊された？ぽいな。肝も脳みそ破壊されたみたいだし、なんだろうな。こいつ教会じゃないの？突然他人に攻撃的になるって、陰謀論者になっちゃったか？天からか。